はい、ただいま家に帰ってまいりました時刻は、えー、3月24日3時41分ですねで何を今回買ったかというとまたビッグカメラで買いました今月の3日ぐらいにですねこのソニーのブラビア75型ですかね確かを買いましてこの後ろのウォールも買いましたね一緒に めちゃくちゃ高い金額だったんですけどもこれはですね大変あの不満な感じになっていてなんでかというとこういう,こう線状にですねこう光が反射してしまうんですよでこれやっぱりですねこのブラビア特有の問題でしてこれ実はねビッグカミラーの人にこれこういう状態相談したらあの新しいの持ってきますっていう感じでこれ あの、実はね新しいやつなんですよ、まあ、同,じせい同じ型番なんですけど新しいやつでもやっぱりこういう状態になりますとで今日ビッグカメラに行って他のテレビともみ比較してみたんですよでその動画もアップしてるんですけどもソニーのブラビアだけこういうね線上の反射の仕方するんですよねうーんあの何、ー、ていうんか 結構家電量販店だとこテレビのその映像がなんかめちゃくちゃその明るくて動きの速い映像なんでパッと見わからないんですけども結構その背景が黒色の映像を流してるあのなんかコーナーがたまたまありましてそこにあのソニーだとかシャープだとか東芝のレクザだとかパナソニックとか色々な同じ感じで並んでて見比べるとやっぱソニーだけこういう感じになりましたね これはね、あのソニーさんは、事前にこういう状態になるってことをお知らせしとかないと問題じゃないのかなと思います。で、実際、あの高画質にするためにこういう状態になりますみたいなことをカスタマーセンターの人言ってたんですけども、これ、仕様ですと、あの写真も実際撮って送ったんですけど。 あの、こう、たとえ高画質でも、こういう状態になっちゃったら、あの、例えば宇宙の映像を流してるときに、下が地球で上、上が宇宙の真っ黒なときに、あんな感じの光入ってたら、全然、あの、台無しですよねって思うんですよね。で、これを対策するにはもう部屋の電気を消すしかないんですよ。で、このライトとかを、 今ね、この、埋め込み式の豆電球で、まあ、ちょっとね、豆電球が電球型なんで、まあ、容易に部屋変えれないんですけども、このこ、こういうね、普通のライトも新たにですね、購入してみて、試した試してみたんですけど、あの、覚悟、角度の問題で、この、テレビの本当にその、真角でやると目立たないんですよ。ただ、 こうあ、ああいうら、ああいうライトの光でもう、こう、線状にバーってなるんで、よりですね、あの、電球だから、あの、細さでになってますけど、こういうライトだと、この線状がさらに、その、あれが、バーって太くなった感じで反射するんで、よりね、見、わかりにくくなるっていうやり方、ライトを変えたところで、どうしようもないんですよね。うん。だから、部屋の電気全部消すか、 つけるとしたら、この、後ろ、テレビの後ろになんか、あの、電気を設置して、反射しないところで見る、あの、や、やるかぐらいしかないんですよね。っていう、ちょっと今からパソコン開封しますっていうのに、で、で、まあ、あの、ビッグカメラさんは、あの、まあ、大変た、よく対応していただいたので、結果、変わらずなんですけども、またあの、 購入しました僕はあの多分ビッグカメラに年間数百万ぐらい使ってるんじゃないかと思ってるんですけど今回はこのパソコンを買いましたねはいじゃあ開封していきたいと思います前の説明がやたら長すぎてしまいましたはい今日はもう単純に開封しますというやつですね 前からパソコンちょっと探してたんですよ。年末ぐらいから。ただ、あの、そんなにね、すぐないと困るっていうほどではなかったんで、ゆるふわで探してたんですけども、ただですね、これがね、結構安くて、これね、8万9千円ぐらいで売ってたんですよ。税込みで。で、価格込むだと8万7千円ぐらいで売ってまして、 いろいろクーポンとか,つか、ポイントとか使ったりとかすると、もっとね、あの、書き込むよりお,お得っていうので、まずあの、お得だなと思ったのと、あと、マイクロソフトのサーフェスは、このオフィスが標準で付いてるんですよ。やっぱりなんだかんだ、マイクロソフトのオフィスって結構使ってて、僕もですね、あの、 まあ仕事は仕事のパソコンで使うんですけれども、プライベートでいろいろその書類の整理とか、いろいろやらないといけないことがいろいろあって、まあ、それでもワードとかも結構使、使うんで、やっぱ入ってる方がいいなと思ってこれにしました。はい。なんか番号ついてるの222753って。謎の番号がついてますが、まあ開けるんで、良いでしょう。開封していきます。 で、スペック、ちなみにスペックはですね、こっちはスペック、こっちにスペック、こっちか。スペックはこんな感じですね。メモリが 8GB で、えー、SSD が 128GB ですね。スペックとしてはめちゃくちゃ高いっていうわけではないですね。c o えっと、CPU は Core i です。c o i5 ですね。めちゃくちゃ高いっていうわけじゃないんですけど、 まあ、書類整理するぐらいだったら問題ないかなとも思ってます。で、今、僕がプライベートで使っているノートパソコンが、ファーウェイのね、ノート PC なんですよ。で、当時ね、スペックとしてはかなり良い方で、あの、デザインも良くて、あの、使い勝手も良かったんですけども、あの、実際あの、GPU もあの装備してて、あの、通常のあの、 ソナイスケの、なんか CPU の中に一緒に入ってる GPU じゃなくて別途、ベッド、何だったかなうーん。何だったかな ?NVIDIA かなんかの GPU はベッド搭載されてて、ゲームもできるっていうやつだったんですけども、やっぱなんだかんだ使ってくると、いろいろね、なんケアしても処理が遅くなってきたりとかしてたんで、 あとあの、マイクロソフトの OS と、なんかわざと相性をね、なんかマイクロソフト側が悪くしてるんかわかんないんですけども、ちょっとね、OS の更新とかが微妙にね、うまくいかなかったりするときがたまたまあったりとかして、ちょっと不便だし、今後使っていくのどう、不安だなと思ってた矢先だったんですよね。なので、今回もマイクロソフト、 がもう作ってるノート PC を買いましたそういう意味ではいではまず開封していきますねはいこんな感じおこれシートかまだシートはいはいこれですね本体はシートに包まれてますが重さは 1.1kg ぐらいでかなりね軽い方ではあるなと まあただ最近 600g ぐらいのノートパソコンもあるので、それに比べたらまあ重,重量感はあるはあるんですけども、まあこの、うん、重さぐらい、1.1kg ぐらいだったらまあまあいいんじゃないかなと思います。結構僕は重さも重要視してて、実はあの東芝の、東芝じゃない、あの富士通のパソコンで 600g ぐらいのノート PC があるんですよ。あれもね、いいなとは思ってたんですけども、まあまあ 高いんで、結局こちらにしました。10万円切る。10万円切ってオフィスも入ってるんで、こちらにしました。はい。こんな感じです。で、あと付属品は、これはなんか説明書なか何かなはい。説明書ですね。うん。なんかどんなんか。あなんかこう、ものすごいシンプルな説明書ですね。 これは何だちょっとなんかわからん。説明書は入ってるよっていう、ただの型紙ですか。あとはあ、保証書とかですね。入ってますよ、ということです。うん。いやー、今月はちょっとお金使いすぎましたね。先月もすごいお金使ったんですけど、今月もものすごい使って、まあ全部ビッグカメラで使ってるんですけども、もう、 洗濯機も掃除機も買ったりテレビも買ったりノートパソコンも買ったり他にもフィギュアやらカードやらなんやらかんやらいっぱいビッグカメラで買ってますねはいこれ,は電源ですかこれ引っ張ったら出てくるわけでもなくてはい あかなりコンパクトな感じしますねはい電源はかなりコンパクトです昔は結構ねでかかったんですけどやっぱり技術の進化はすごいですねいいですねということをもごもご言いながら開けていきましょうさあオープンおおシート貼ってて電源入ってますねはいスペックを測ったらですね 1 7 4 1スコア動作困難ですね評価は標準品質だとファイナルファンタジー15のベンチマークソフトでやってみたんですけどもなんかこれあれですね軽量品質でやらないと多分遊べない感じだと思います一回軽量品質でやってみますかはい出ました軽量品質で品質であれば 2277ですね。重い、評価重いではあるんですけども、一応できる、ゲームできるだろうという評価にはなりましたっていう感じです。うん。あ、やっぱゲームをしてると、ファンの音がすごいしますね。多分、前か。 うんうんうん、ここですね、ここ。おそらくここにファンの空気の出入り口があって、ここからですね、熱気がちょっと出てますね。音がちょっとします。わかりますか今ね、あの別の、あっちの空気清浄機の音も混ざってるんで、ちょっと言ってこれ。 こっちのちょっとファンが若干緩やかになりましたけどちょっとファン回ってますねまあでもとだいぶ静かかなと思いますはいスペック性能としてはそんな感じですねメモリ8ギガコア i5 確かえっ、ー、と12世代ですねで、えー、ストレージは128ギガバイトとなっております うん。ゲームはするのはちょっと最終のゲームするのは厳しいかなっていうスペックですが、おそらくはワード、エクセル、パワーポイントを使う分には問題ないかなとも思います。で、今回値段が、えー、8万9000でしたね、ビッグカメラで。税込み。で、まあ、ポイントやら、クーポンやら何やら、ポイントの還元とかもあるんで、10%も。それ込みでやれば、科学コムだといって、 カークコムだと8万7千円ぐらいで売ってたんで、実質的にはかなりお得に買えるんじゃないかなというふうに思います。で、一応3月いっぱいセールって書いてたんですけども、まあちょっと3月以降どうなるか、また値下がりするのか、値上がりするのか、品そのものが入れ替わって新しいものになるのかちょっとわかんないですけど、という感じです。うん。で、ワードとエクセルをガツガツ使う、 でまた評価はしたいと思うので、えー、まあそうですしばらく使ってみてまたレビュー動画上げてみたいなと思います今のところはこんな感じですお疲れ様です